はい、スピーチューブ始まりました。今回もよろしくお願いします。はい、今回来たところは新町 TV さんですかね、が活動されている吉備中央町にやってきました。さてさて、今回はこのね、円城っていう、道の駅ですかね、ちょっと行ってみました。直売店に入ったんですが、お昼時ということで、はい、いろいろ並んでました。それで吉備中央町さんのものが手に入るということで、はい、こんな感じで食ってくる、美味しそうですね。はい、向こう飲んだ後にはぜひ、はい、こんな感じでちょっと珍しいものもあったり買ったり、し肉もあります。いいですね、いろんなものがありますね。はいはいはい、はい、これはイノシシの角ですね、キバツがあるってことですね。はい、いろいろありますね。はい、で今回のメインディッシュはこちらじゃなくて、はい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 、あの奥ですね、ちょっと気になってたんでちょっと行ってみました。生そば、生そばってなんだろうと思いながら中に入っていきます。行きます、失礼します。はいはいはい、やってまいりました。はい、いろいろメニューがありますね、リーズナブルな感じで。はいはいはい、限定ぶっかけ、はい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 、僕はちょっと B ランチにしようかなという感じで、はい、生そばって何ぞやという感じでちょっと聞きました。一切、まあ簡単に言ったら小麦粉使ってないとかそういう感じなのかな。はい、とても新鮮なもんだということが分かりました。はい、そば茹で、初めて見ました。こんな感じですごいとろみがあるんですよね、甘酒のような感じで。すごいですね、すごいとろみが。はい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 、早速、はい、と思います。飲む前にあたってはこのだし汁をね入れたらさらに美味しいっていうことを聞きました。もちろんね、お酒とも合うらしいですね。はい、早速いただきます。どんな味ですか。あ、なるほどね、こういう感じなんですね。今湯川市のアミノ酸が14グラムになるんだけど、100グラム中に100グラム蕎麦の方がいって、蕎麦の方で4グラムしかないんだよね。健康的ですね、かなり。そう、だからそっちの方がいいよ。あ、なるほどね。たまがるんやけど、あ、これかければ、もう全部かける感じで。あ、なるほどね、はいはい、そうか、あ、膨れてますね。あ、なるほど。はい、こんな感じでいただきます。特別にね、この店の大将が撮影してくれました。ありがとうございました。食べやすいですね、はい、そばね、そば食べていきたいと思います。食べ、本当に食べた感じね、普通のそばと違って、あのやっぱりもちもち感というか、歯にやっぱそばがつかないんですよね。だから本当にあっさり食べやすいって感じがあるんで、ぜひね、皆さんトライしてみてください。で、卵とろろ飯ですかね、あれも本当に美味しいです。そばとよく合います。ぜひ皆さんよろしく。それではそれでは、ありがとうございました。動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。